帰りなさい。結果はどうだった？みんなの意見は？小僧部と下層部を回ってたくさんの人に意見を聞いたんだけど、結果は引き分けだった。なるほど。それぞれ問題を見る立場が違うから、この結果になるのも当然かもしれない。ゼーレは？ゼーレには聞いてくれた？なんて言ってたの？ゼーレらしい。どんな風にあなたたちと話したのかも想像できる。ブローニャの方は？話し合いはまとまったの？オフィスの中が騒がしくて何も聞き取れなかった。こっちも似たような感じ。双方が自分たちの言い分を主張して意見がまとまらないの。そろそろ決断しないと。この混沌とした状況をいつまでも続けるわけにはいかない。もういい。そこまで。どうすべきか分かった。待って。大守護者様にお話があるの。あなたは姫子。姫子だ。本物だよね。ホログラムとかじゃないよね。安心して、美月ちゃん。正真正銘本物の姫子よ。あなたが請求列車の姫子さん。ずっと会いたいと思ってたの。この前の戦いはあなたが手を貸してくれたおかげで無事に勝つことができたから。あなたが来ることを事前に知っていたら、剣奏者も礼を持って迎えたはずなんだけど、今は少し特殊な状況で。詳しい説明は必要ないわ、ブローニャ。あんたの町が今前代未聞の困難に直面していることは分かってる。私がここに来たのはあんたたちに事の全貌を伝えるためなの。解決策は少し大げさかもしれないわね。あくまで追加の情報を提供するだけだから。この情報があればあんたは大守護者としてより賢明な判断を下すことができると信じてるわ。情報。分かった。あなたが知っていることを教えて、姫子さん。私の友人にたまたまトパーズさんの身の上を知っている人がいてね。故郷で起きたことを考えれば、彼女にとってカンパニーに併合されることこそベロブルグの文明を存続させる唯一の方法なんでしょう。でも彼女が意図的に言及していないことが一つあるわ。それはカンパニーの条件を受け入れた全ての世界が救われたわけではないということ。それって星の生態系を再建する。これほど大きなプロジェクトには必ずリスクが伴う。友人から渡されたデータによると、カンパニーの技術支援を受けて実際に復興した星は全体の 63% にとどまっているわ。成功率は6割ってこと？ちょっと不安になる数字だね。もちろんこの統計は平均値で、トパーズさん本人が担当したプロジェクトの成功率は8割以上だった。彼女の実力は間違いなくトップクラスよ。私が伝えたかったのはこの数字と確率のこと。これらの情報を透明化してこそあんたにとって公平になると思ったの。それでも最後に選択する権利はあんたにあるわ、大守護者。分かった。ありがとう、姫子さん。あなたが提供してくれた情報のおかげでこの問題の本質が見えてきた。相手がどんなに美しい未来を約束したとしても、この契約書は賭けに過ぎない。
私はリーダーとして、ただ星の運に任せて民たちを売る契約を結ぶわけにはいかない。決心がついたなら私も中立を装う必要はないわね。あんたの選択は正しいと思うわ、ブローニャ。請求列車のみんな、私に考えがあるの。でもそれを実現させるにはあなたたちの協力が必要になる。時間をかけて町内の市民を動員して、トパーズさんにももう一度会っておかないと。お願い、トパーズさんが今どこで何をしていたとしても、どうか彼女を見つけ出して、そしてもしカンパニーがベロブルグの資産を無理やり奪おうとしているなら、それを全力で阻止してほしい。安心して、絶対にトパーズさんを見つけてみせるから。相手は銀河で最も手強いと言える勢力だし、今回は私もこの子たちと一緒に行動するわ。ベロブルグは自分の未来を売り渡したりしない。私たちが永遠に記憶するに値するのは、危機に瀕するたびに何度も手を差し伸べてくれたあなたたち友人のことだけ。みんなどうか気をつけて。全てが昨日のことのように映る。第守護者様から大体の事情は聞いている。僕も君たち列車組に協力してトパーズを探そう。準備ができたら声をかけてくれ。一緒にリベットタウンに入るぞ。カンパニーの人間が妨害してくるかもしれない。警戒は怠らないようにな。ここだ。ふーん、こんなところにあるとは思わなかった。でもメカも兵器も見当たらないけど、この辺りにあるのは岩だけって、まさか。そうだ、兵器は岩壁の中に隠されている。なるほど、道理でどこを探しても
交渉が見つからなかったわけだ。待って、さっきその兵器たちはずっとここに隠されてたって言わなかった？それってつまりヤリーロ6の剣装者がレギオンと戦った時もここにある兵器は使わなかったってこと？これらの騎兵は作られて以来一度もここを離れたことがない。700年前、カンパニーがこの星を離れてからは起動方法を知る者もいなくなった。カンパニーが残した設計図をもとに剣装者たちは模造品の騎兵を作り出した。しかしアリサランド率いる抵抗軍において主戦力となったのは生身の人間だった。なるほどね。この世界の伝説にますます興味が湧いてきた。質問をしてもいいか、トパーズ。何？大きな体をしてる割に遠慮深いんだね。いいよ、何でも聞いて。カンパニーの介入がなければこの世界は終わりへ向かう。あなたはこの結論を深く信じているのか？信じてる。ここに来る前、私は数えきれないほどの事例を調べた。そして正確に侵された世界は最終的に滅亡の運命からは逃れられないっていう結論に達したの。請求列車の助けがあっても、表面上はうまくいっているように見えても、それは一時的な休息に過ぎない。長期にわたる危機は往々にして繁栄の陰に潜んでおり、一般人には気づかれないものである。理解した。理解した？それで終わり？自分の見解を述べたいとは思わないの？感情指導が教えてくれた。あなたは誠実かつ正確に自分の考えを述べたと。私が確認したいのはこれだけだ。この星の未来について私はあなたと異なる意見を持っている。だが私の意見は重要ではない。なぜなら私は道具であり意思決定者ではないからだ。面白い。私の同僚たちも君のように自分を理解していたらよかったのに。行こう、カブ。下に行ってちゃんと評価しないと。トパーズはリベットタウンを離れてから行方が分からなくなった。その後彼女の部下が押し寄せてきてここを占領している。カンパニーの兵士たちの装備は優れているから彼らと正面からぶつかるのは得策じゃないわ。ジュエカンさん、何か策はある？姫子さんの言う通りだ。だからなるべくこちらの動きを悟られないようにするため船舶騎兵を使おうと思う。船舶騎兵？詳しいことは後で説明する。とりあえず前に進もう。なるべく静かに、敵に気づかれないように。船舶騎兵の出番だ。準備はいいか？船舶騎兵を操作してカンパニーの脅威を排除するぞ。忘れるな、なるべく騎兵が敵に見つからないよう行動するんだ。そうすれば成功率も上がる。
大丈夫、もう一度やってみよう。船舶騎兵なら準備はいいか。忘れるな。やむを得ない状況でなければこのような手は使いたくなかった。あのタイプのロボットは見たことがあるわ。あれはカンパニーの外勤型チームリーダーよ。ああ、外見はグリズリーに似ているが、より優れた武器と健康な装甲を備えている。船舶騎兵の攻撃が奴に効くといいんだが、準備ができたら教えてくれ。準備はいいか。忘れるな。イエーイ、綺麗に片付いたね。正直これほどの威力があるとは思わなかった。うまくいって何よりだ。トパーズはこの道に沿ってリベットタウンに向かった。行きましょう。彼女を見つけてブローニャの決断を伝えなくちゃ。必要があれば飴とムチで行こう。システムは正常に機能している。カンパニーの使者とも衝突していない。それは最悪の場合だ。トパーズならこの先にいる。本来なら強制的に私を従わせることもできたが、彼女はそうしなかった。彼女はベロブルグをカンパニーに併合することこそ唯一の孫悟の道だと思っている。私は異なる意見を持っているが、現在の三力ではそれに反論するための証拠が見つからない。確率は低いが、それでもあなたたちには正面衝突を避けてほしい。確率は低い、スバローグまでそう言うんだね。心配しないで、美月ちゃん。列車組は衝突を好まないけど、いざという時におじけづいたりもしないわ。今までずっとそうやってきたじゃないね。うん、姫子の言う通りだね。結果がどうであれ、うちらは自分に恥じないように行動すればいい。この世界の地下にはまだ多くの秘密が隠されているから。やっと来た。もう間に合わないんじゃないかと思ったよ。あれ、美月さんの隣にいる人、なんだか見覚えがあるような。はじめまして、トパーズさん。私は姫子、請求列車のナビゲーターよ。ああ、思い出した、あの有名な姫子さんだ。私の同僚の何人かが君の大ファンなんだけど、夢の中でいいから話せたらなって言ってたんだよね。
ちろん。七死人の名声はすごいからね。何しろ君たちが辿っているのはかの有名なアキビリの意志だから。二人のコミュニケーションがうまくいってるみたいで私も嬉しいわ。トパーズさん、さっきの挨拶から察するに今の状況はよく分かっているんでしょ？まあね、期限が過ぎたのにブローニャさんはまだ契約書にサインしていない。その背後にどんな障害があったのかは少し頭を働かせれば察しがつく。誤解しないで、私たちはカンパニーや取締役会を敵に回すつもりはないの。ただヤリーロ6という星に私たちが大切にしている友人やその友人の友人たちが住んでいるだけ。彼らが不平等な契約書にサインするのを何も言わずにただ見ているだけなんて七死人のやり方じゃない。ねえ姫子、トパーズと交渉するんじゃなかったの？このまま話を続けたら。その心配は必要ないわ。彼女は10分前にもうどうするか決めているから。さすが列車組のトップ、すごい洞察力。その通り。誰が正しいとか誰が間違っているかなんて大抵の場合立場の違いで決まるものじゃない。仕事を前に進め滞らせないようにする方法は一つだけ。どうしたの？上から返事が来た。申請が承認されたって。何？私の仕事に興味津々って感じだね。そんなに知りたいなら教えてあげる。請求列車の乗員に特別攻撃を行う許可が今降りたの。職務を円滑に進める秘訣は常に不利な局面を覆す準備をしておくこと。行って、カズ。私のプロジェクトに失敗なんて許さない。2倍速ってこんなもん。炎の槍を断ち切れ。そう、世を注ぐ。償いたまえ。さあ飲め。戦慄の意志使う。ガツンと来るやつでいこう。2倍速ってこんなもん。
食材の時だ。戦輪は権限した。総理、世を注が。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。亡者再臨。健康の。ランス戦闘準備。いい度胸。戦力の異質化。健康の荒波。さあ飲め。さすが聖騎列車のエースたち、実に素晴らしい。ウォーミングアップはここまでにしよう。次は私の番。待って、みんなやめて。みんなどうか武器を下ろして。ブローニャ来てくれたんだ。あと少しでも遅かったら収拾がつかなくなるところだった。大守護者様、列車の鍵に隠れて結果を待つんじゃないかと思ってたけど、それじゃあ君らしくないか。もちろん。ここに来るのが遅れたのは、処理しなければならない大事なことがあったから。この件よりも大事なこと？ええ、その重要性は一目で分かってもらえると思う。だからあなたに私たちの今の成果を評価してほしいの。私に？面白い。てっきり私の仕事を妨害する決心がついたのかと思ったのに。トパーズさん、あなたの手紙は読ませてもらった。あなたの子供時代の境遇には深く同情する。あなたの故郷がヤリーロシックスと似たような災難を経験したからこそ、私はあなたが問題を見る時の視点とその立場を理解できる。だから私は今でも一縷の希望を抱いているの。どれだけ愛おしいことがあっても、私たちは平和的な方法で合意することができると。認めざるを得ないか。君とのコミュニケーションは実に心地いい。さっきは失礼な態度をとってしまってごめんなさい。そこまで言われたからにはついていくしかないね。でも先に言っておくけど、上の決断を変えるのはそう簡単なことじゃないの。分かってる。だから私は一歩ずつゆっくり、まずはあなたの考えから変えてみたいの。列車のみんなも一緒に来てほしい。ずいぶん荒れてるね、このエリア。前にも来たことがあるの？私たちはここで全てを終わらせた。そして全てを再開した。その通り。前方の道を通しました。大守護者様、安心して皆さんと北へ向かっていただけます。よかった。
みんな、この先の山道は少し険しくなっているから、足元に気をつけて。出発しましょう。ここ、来たことない場所だ。ええ、私たちも少し前に発見したばかりのエリアなの。このまま進みましょう。あなたたちに見せたいものはこの先にある。見て、ベロブルグの人々はまだ諦めていない。そんな彼らのためにチャンスが欲しいだけなの。あそこにあるボロボロの大きいものは覚えてる？そう、あなた記憶力がいいんだ。トパーズさん、あなたがこれまでにたくさんの調査作業を行ってきたことは分かってる。だから聞きたい。それらの調査資料の中に造物エンジンに関する記録はあった？いや、一つもなかった。だから不思議に思ってるの。こんなに大規模なプロジェクトがあったのに、戦略投資部の調査報告書に載ってないなんて。その理由はおそらく、造物エンジンは外部の技術を使わずにベロブルグの人たちの手によって作られたものだからだと思う。このプロジェクトの指導者は初代大守護者であるアリサランド様。戦士たちが前線で血を浴びている時、エンジニアたちは後方で夜を徹して設計と構築に励んでいた。つまり造物エンジンはベロブルグの人たちが自ら開発した戦争兵器ってこと？ええ、でも完全にそうだとは言えない。確かに造物エンジンは製造当初に戦場に投入され、レギオンとの戦いで大きな戦果を上げた。でもアリサランドには誰よりも先見の明があった。長い間この機械のコードネームは地質改造工事ユニットだったの。あれに与えられた真の使命は、この世界を侵害しようとする全ての敵を排除した後、ベロブルグの再建を手伝い、この世界を前世紀の姿に戻すこと。長期的発展の理念が時を超えて命を超えた。アリサランド、本当に偉大な人だね。でも私の目の前にいるランドさんもそれに負けてないか。そう思ってくれてありがとう。でも私は何もしていない。ただベロブルグの人々を集め、やっと手に入れた自由が再び大きな脅威にさらされていることを伝えただけ。この自由を損害するには行動するしかない。そして私たちを疑う目に証明しなければならない。私たちには自分の運命を掌握する力も意志もあるんだって。そしてあなたが目にしたのが動員の結果。ベロブルグの子供たちは自分たちの手で家を損害すると決めた。こんなに派手なサプライズはさすがに予想してなかったな。君たちに機会をあげる。君たちの境遇と子供の頃の自分の経験を混同したのは大きな間違いだった。私の故郷には意志の強い指導者が現れなくて、みんな早々に自分を救うことを諦めてた。それなのに君たちの文明は700年もの間風雪の中で大
耐え続けてきたなんて本当に感心したよ。それって前の決断を撤回するってこと？少し時間はかかるけど、あの借金は必ず返済する。だから、残念だけどヤリーロ6の併合はカンパニーの上層部が決定したこと。私がいくらそれを覆したいと思っても上の人を説得するのは難しいの。ただして、トパーズさん、私は請求列車を代表して全ての七死人の名誉をかけて、この世界は必ず債務を履行すると保証するわ。よかった、それならうまくいくと思う。次の報告とその後の責任追及は私が引き受けるとするか。言ってた責任追及って？心配しないで、私に解決できないことはないから。職級なんて重要じゃない。問題を解決するために最善の方法を見つけることが道理なの。そのくらい構わないよ。もうお金のために働く段階はとっくに過ぎてるから。お疲れ様。まさかまたあなたたちを危機に巻き込むことになるなんて。列車とカンパニーの関係も壊してしまうところだった。関係が壊れる？いやいや、そこまでいかないって。それにそのあたりの責任は私にある。元はといえば私が部下の管理をおろそかにしてたせいだからね。17時？ああ、彼のことか。彼は極端な例だよ。普通の入社プロセスはそんなに長くかからない。あなたたちとこうやってのんびり話ができてとても嬉しい。そうだ、ここまで頑張ってくれたお礼にゲーテホテルに部屋を用意したの。どうかベロブルグでゆっくり休んでいって。トパーズさん、もし心地よく休める場所が必要なら。ううん、迷惑はかけないでおく。今から戻って報告しないといけないしね。君たちと知り合えて本当によかった。また一緒に仕事ができることを祈ってる。もちろん今度は違う形でね。全てが昨日のことのように映る。そういえば姫子はどうしてここの状況を知ってたの？乗員のステータスに常に注意を払うこともナビゲーターの責務だからよ。ずっと太陽の日を楽しみにしてたのに、今回は体験できなさそうだな。まさかまた事件に巻き込まれることになるなんて。ああ眠い、そろそろ休もう。
以上。トパーズ、部門から下される君への処分は以下の通り。職級の降格、P45 から P44 への引き下げ、それに伴う基本給与の調整、また君が今期参加した全ての奨励プロジェクト、ストックオプションおよび業績賞与を取り消すものとする。今回の事故についてはダイヤモンドに追加で報告書を提出するように。この処分に異議がある場合、書面での申し立てを行うことができるが。異議はありません。いいだろう。では他に何か発言したい人は。特に意見がないのであればこれで会議を終了とする。いや、運がいいね。これだけのプロジェクトをパーにしてたかが一級の降格なんて。やっぱり君は上の老体人たちに好かれてるみたいだ。おっと、もう全員会議から出たよね。じゃあこのクソみたいなエフェクターを閉じよう。アベンチュリン、まだいたの？ひどいな。僕がいたら悪いのかい？そう嫌がらなくてもいいじゃないか。僕は君の上司じゃないんだから。あ、いや、今なら上司になるのかな。あ、ごめんごめん、まだ慣れてなくてね。何かよ、率直に言ってくれると助かるんだけど。大したことじゃない。ただ君が心配なだけさ。だから忠告しただろ。ヤリーロ6の案件はトゲがあって甘い汁が少ない、関わる必要はないって。僕たちみたいな仕事をするには心が優しすぎるとダメだよ。道が狭くなる。それだけ？他に用がないなら切る。ああ、ちょっと待った。おしゃべりする気分じゃないってことか。わかった。それなら君が興味を持ちそうな話題に変えよう。君がヤリーロ6で友達ごっこをしていた時、ダイヤモンドは資材物流部のお偉いさんの問題を解決したんだ。今日の円卓会議を欠席したのもそれが理由。タラファン？そう、その名高いタラファン、7人取締役会の一人。彼の一票は僕たちにかけられる。わかるかい？市場開拓部じゃなくて僕たちにかけられるんだ。これでオスワルドももう笑えないだろうね。でもトパーズ、ダイヤモンドは僕と君の恩人でもある。こんな大事な日に君が騒ぎを起こしたなんて、戦略投資部はどう説明すればいい？分かってくれたところで本題に入ろう。僕は今ピアポイントにいる。部門全体に関わる大きなビジネスがあって、頼れるプロジェクト管理者が必要なんだ。そう、マイフレンド、ぜひ君に頼みたい。驚いた。一体どの案件で協力を学んだの？そんなのピノコニーに決まってるだろ。それそれ、その反応が見たかったんだ。ダイヤモンドは君を選んだの？てっきりオパールとかオブシディアンとか。少なくともあの案件には P46 以上の人が必要だと思ってたのに。さあね、ファミリーの連中は頭がおかしいから、彼らと商売するのは無理だろう。でもカンパニーの手段は取引だけじゃない。こういう時こそ僕のような人材の出番というわけさ。どうだい、この千載一遇のチャンス、よく考えてみてくれ。もしかしたらこれまでのミスの埋め合わせができるかもしれない。後で返事する。残だった。
私の判断が間違ってないといいんだけど。それにしても綺麗な雪だな。Thank you.